どうもー、どうもー、イカステジョナサンの川村です。おまたです。寒くなってきましたね。寒くなってきましたね。冬に聞きたいヒロとマーシの曲でございます。いいよー、やっていきましょうね。寒い季節にぴったしの、うん、ヒロとマーシの曲をまた3曲ずつ、うん、紹介したいと思います。はい。でまた今回はね、バンドはもう縛らずに、うん、もうヒロとマーシがかかっていればもうどんな曲でもいいです。はい。たくさんの曲の中から選びましょう。はい。もうね、速攻出たんだよな、これは。どれにしようかな。マジで。もう、一番初めに買いました、これが。あ、ほんと？はい。うん。大好きな曲です。うん。迷路。おー！もう、これでしょ。これはもう、まず、ハイローズの言うてることといえば、もうこれでしょ。あー、まあまあ、確かにね。素晴らしいね。メロディーもめっちゃいいし、ララララってめっちゃいいし、でも詞がクソいい。まっすぐ歩けないから、まっすぐ歩かないから、僕の歩いた後は迷路になる。つまり人生、まっすぐ歩こうとするじゃん、人間って、人生を。だけど、まっすぐ歩けないんですよ。なるほど、なるほど。だからいいよねっていうことなのよ。いろんな紆余曲折あって、今の人生っていうことです。すごくいい詞だなって思う。国境もなくなるからね、言うことって。ああ、国境も人間が決めてるじゃん、うん、ここはもうこの国、国境雪が降ったら全部一面の白よ。なるほど。国境なんかなくなる。なるほど。いいです。確かに私は今学んでます。いや、なるほど。いや、実はこれめっちゃ気もいいし、曲もいいし、クソ好きです、この曲。もうただこれ、なるほどって。あ、でも、それ要素もある。それ要素もあるね。まあ、でも確かに人生の自分が来た道を考えると、曲がりくねってる。そう。大体。そうなの、うん、すぐここには来てない。そういうことが困難なの。だからヒロトさんが作ってますけど、うん。やっぱもう、天才だね。いや、もうそれはもう。作詞能力。それはもうさ、いや、改めて思うけど、素晴らしいなって思う。いや、ホテル聞くこと？ホテルチキポトのね、そうだね、講義だね、うん、ホテルチキポトがね、まず全体的に結構ね、しっかりしてるんだよ。なんかわかる。そう。で、その中でもやっぱこれもちょっとさ、冬っぽい、うん、特に冬っぽいっていう感じかな。おすすめ、いい曲聴いてください、マジで。当たり前だけど、キーボードっぽいですよ。めちゃくちゃいい。ギターソロとかも超いいです。いい、これめちゃくちゃいい。いいね。ギターソロの半音で弾く感じで、そう、可愛らしい感じで、すごいいい感じで、聞いてください。素晴らしいね、一発目からちょっとこれ。私の冬に聞きたいおすすめ1曲目、うん、こちら、ナンバーやろー。冬の曲なのこれ。全然冬っぽくないな。俺冬に聞きたいでこれ一番最初に出たの。もう全然、なんで。いや、やっぱその季節の変化もあるけど、うん、外よりも寒いくらい、立ち上がる、外に出る寒い雨、うん、立ち上がる、うん、最高まで泣いて投げてきたもんな。ちょうど、いや、曲自体はめっちゃ好きです。これ多分トロマニオンで一番有名だと思うんだけど、この曲。そう違う？なんか、あ、そうなのかな。もろもろ違う。クロマニオンで拾われた曲はちょっとわかんないけど、まあちょっと後で調べて、そう、書いてみます。あの、ちょうどその、3.11 の震災があった直後くらいにこれ、出されてて、ものすごいね、僕はね、感動したんですよ。まあ、いい曲だよ。なんかもう、休憩できない曲って言ってました。もう、歌って、省いてる、歌ってしかない。で、コーラスの曲だと、寒いっていうのは俺なんか嫌なの、うん、寒いことを他に立ち向かっていくぞって。外を雨降ってるのに、うん、あえて出る、出ない、困難に立ち向かう、一年中聞く、一年中聞くの、なんだ、一年中聞くの。そう、心の冬は誰しもが一年中やっぱりまあ、まあ、そうだね。でも世界にそれだけの花がものすごいヒットしたの、うん、スマップの、うん、あれがすごいヒットしてナンバーワンにならなくてもいいっていう、なんかぬるい空間が出来上がったね、日本に。確かに、うん、それに対するアンチテーゼの俺あると思うわけ。ああ、だこういうこのストレートにナンバーワン最高っていう曲を出してくれるところがやっぱ安心するよね。うん、そうだよね。めちゃくちゃ好きです、これ。
ね、よろしくお願いしますよ。2曲目いきますか。行こうか。ナンバーワン野郎が来るとはな。うわ難しいね。すぐ決まりましたよ本当に。よろしくお願いします。はい、ジャングルジム。ハイローズですね。ハイローズ、ちょっと連続でハイローズ行かせていただきます。リラクシンイズハイローズ。そうだね。くっそ名曲これね。くっそ名曲。これ冬って言われてこれはもう向かばないんだ。これも冬よ。もうなんかキーンとした感じあるでしょ。まあまあイントロピアノのタラタラタラ、くそいい。でもこの曲は、うん、もうヒロズと同じ、まあ、ハイローズだけど、うん、だもうロックバンドとかじゃなくて、うん、もう音楽家として天才だったことが証明されましたこの曲で。あ、これ確かにね、この曲はもうね、うん、音楽としてすごくいい。確かにいい意味でヒロと回しっぽくないそうっていうのも、もうこれ現代のクラシックだと思います。そんなにもうモーツァルトとかでこの曲聴いたら嫉妬するかもしれない。良すぎて、いや、めちゃくちゃこの曲いい曲ですよ。マーシーの各曲で、うん、背骨というワードが入る。あ、絶対名曲です。か輝け俺の背骨。輝け俺の背骨。背骨って何なんだろうな。背骨絶対名曲です。こちらもなんかすごい浮かぶよねこれ。学校かわかんない、公園かわかんないけど、ジャングルジムがあって、うん、そこにこう登ってる男の子で、夜月を見てる、落ちてクギーンって打つ、なんかすごい浮かぶよ。めっちゃわかる。冷たいんだよなジャングルジムが。冷たい。冬の夜のさ、冷たいわ。冷たいジャングルジム。そう、それがすごい伝わるんだよな。そう、超すごい名曲。名曲マジで。ジャングルジム超ジャングルジムをみんなで作ろう。作ろう、ね、なんか若干西野さんみんなで作ろうみたいな。ジャングルジム、はい、ジャングルジム。私がおすすめする2曲目はこちら。とても寒い日。寒い、動きたくない。くっそ名曲。意外とストレートだよね。すごいストレート。とても寒い日っていう、そう、そのままですよね。そうで、詩の内容も、もう結構本当みんな共感する感じ。もう分かる。そのわかるわ。今日はもう予定も全部キャンセルで家にいよう。家にいる。あったかい家にいよう。布団に入ってよ。そうで、ラジオ聴いちゃおう。ココア飲もうみたいな。わかるわ。そうそう、これもうみんな共感するよ。いい曲。もうそんな人間を、うん、正当化してくれる曲だよ。そうだね。もう寒い日はもう働かないと。働かない。予定をキャンセルして家いよ。冬のさ、朝って寒いよな。寒い、マジで。さ、当たり前だけど冬の朝ってほんと寒いよな。そう、まあ、その曲、そういう曲だよ。そうそうそう、歌詞はすごいその寒い日の歌なんだけど、うん、これ音がめちゃくちゃあったかい音なんだ。確かに、ほんとあったかい家の中にいる雰囲気が、うん、そうだね。その音にね、めちゃくちゃ出てる。なんかこうストーブを、そう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 、ね、なんか置いてるのか、そうそう、2つなのか、なんかそういうあったかさは曲にあるね。スライドギターの、うん、あ、確かに、その分かるね、熱気というか、うん、モワモワしてるあったかいみたいな。そうだね、冬は働かなくてもよくやりたいね。できれば働きたくないですけども。人間はね、いい曲だね。マーシー来ましたね。今年も寒い日、今年もとても寒い日がやってくるんです。そしたらもう家で、もう家でだからこれ聴きながら、ココアとか飲んだりしてね。そうよ、最高だよ。でも俺ね、寒い日に一番好きなのはね、寒い日に暖房をガンガン効かせてアイス食うのがめっちゃ好き。俺はみんな好きなやつ、それが俺一番好き。冬で贅沢だよね。うまいわ。そうだね、程よく溶けて。ね、でも冬に暖房の中でアイス食べるとすごいその背徳感あるよね。なんかなんで俺暖房をつけてんだろう、アイス食ってんのみたいな、ね、とても寒い日、超名曲ですね。聴いてみてはいかがでしょうか。はい、さあ3曲目だ。さ、まずさ、俺らもさ、これ半袖じゃん、うん、寒いよな。寒い、今普通にここの窓がどうやっても閉まんない、うん、めっちゃ好きです。はい、パーティー。おお、ブルーハーツ。冬の曲でやろうってなって、うん、まあ
いっぱい曲聴いて、うん、どの曲が冬の曲だろうなと思って探してたら、うん、発見したんです。これ冬じゃん。冬なのこれ。めちゃくちゃ深いのこれ歌詞。さっき尾形が言った、うん、季節の冬じゃなくて、うん、こうメンタルとしての冬みたいな、うんうん、この曲ってそういう曲で、これって孤独の曲なのよ。あ、この寂しいっていう曲なのこれって。あ、いやこれはでもブルーハーツの中でも、まあ、浮いてるっていうか目立ってる、まあ、パパパパパパ言ってるからね。パパパパパパ言ってるから、人はいっぱいいるのに寂しい、寒いな。パーティーを開いてる人ってみんな寂しいんだよ。寂しいから集まりたい。そう、寒いから集まりたいじゃん、みたいなことだと思うんだよね。あ、寂しいんでしょみんな、集まっていろいろと言ってるけど本音は隠してるんでしょ。ああ深い。いやこれめっちゃ深いぜこの曲。深いね。ラブアウトかな。なんか、うん、僕の SOS が君に届かないって聞いて、俺はあ、みんな元気な顔してるけど、それぞれ独自の SOS の信号を送ってるんだなと思ってるわけ。はい。あ、マジ、あ、時間過ぎてる。あれ？え？あれ？ちょっと時間を勘違いしていてね、はい、次の方が来てしまって、あ、そういうこと。急遽別の会議室を借りたんですけども、びっくりしましたね。え、なんかもろもろ照明の問題がありまして、コードを上げてるのでね、美薬になってると思います。今日パーティーの続きだったんですよね。パーティーです、ね、もう何を喋ってか忘れましたか。めちゃくちゃこれ、この曲、このパパ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 ことがパパ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 ことが言えてるんです。すごい、この曲の暗号文ですよ。ああ、そうか、そうか。おすすめです。いいね、パーティー、パーティー。動画見てると聴きたくなっちゃうな。いや、ほんとそう。私がおすすめする冬に聴きたい3曲目はこちら、ジョニークール。こちらのジョニークールもですね、どんなに寒い時もただそれだけがある。ああね、そんなシーンあるな。そう、大好きなものがあればどんな寒さでも耐えれる。渋いね、この曲は。これすごい好きだわ、うん、いいよね、いろいろ。ジョニークールももう冬の曲に出ると思わなかったな。これめっちゃ聴いてんな今、本当に。モンドロッチャ、モンドロッチャ。はい、他にも候補はありましたよ。ありましたよ、もちろん、うん、もちろんありましたよ。ちょっとこんな感じでさ、まあ今やってるじゃない、うん、次何でやろうかね。この括りでやってほしいとかあったら、あの、コメントみたいに書いてほしいですね。もうそういうのあればね、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。チャンネル登録よろしくお願いしますって言わないですよ。いやいや、それこそ言っていこう。ロックなのか。言っていこう、いかないか、言っていこうってこと。そう、そう。チャンネル登録よろしくお願いします。俺はもうしたぜ。してんだぞ俺らは。自分で自分の登録をしてるんだ。ジョニーもしてるはずだ。ああ、そうだ。ありがとうございました。ありがとうございました。